ロックインジャパン2024メンバーである平野紫元ガンー神宮寺ユ太は、それぞれの個性と魅力を生かしながら、グループ全体としても非常にバランスの取れたパフォーマンスを提供しています。ロックフェスティバルという独特の空間は、音楽ファンにとって特別な体験を提供する。参加者たちは、普段の生活から一歩離れ、音楽とともに自由に過ごすことができる場所だ。 2024年のロックインジャパンフェスティバル、通称ロッキンは、その特別な空間をさらに輝かせる出来事があった。愛知出身の平野翔さんが率いるナンバーアンダーラインアイが初めてロッキンに参戦し、音楽好きたちの間で大きな話題となったのだ。彼らのパフォーマンスは、単なる音楽の披露を超えて、参加者全員を魅了し、熱狂させた。ロッキンのステージでのナンバーアンダーラインアイの登場は、 観客にとって一大イベントだった。彼らの登場を待ち望む人々の期待感は、会場全体に広がっていた。特に、ゴートのミュージックビデオがモニターに映し出された瞬間、会場は大歓声に包まれ、その熱気は言葉に表せないほどのものであった。このような瞬間は、音楽フェスティバルならではの一体感を生み出し、参加者たちを非日常の世界へと引き込む。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、 彼らの音楽だけでなく、ダンス、ビジュアル、そして観客とのインタラクションを通じて、まさに総合的なエンターテインメントを提供するものだった。観客の中には、曲のことはよく知らなかったけど、とても盛り上がった、とコメントする人も多く、彼らの音楽の普遍的な魅力が伝わったことがうかがえる。また、暑い中でも涼しい顔をしてパフォーマンスを続ける姿がすごい、といった声もあり、 彼らのプロフェッショナリズムが際立っていた。フェスティバルの楽しみ方は人それぞれだが、ロッキンでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、多くの参加者にとって特別な思い出となった。前方エリアで彼らのパフォーマンスを間近で見たという一人の参加者は、その感動を、最後にゴートで盛り上がった後、愛で締めるところが王者の風格だったと表現している。このような感想は、 彼らのパフォーマンスがどれほどの影響力を持っていたかを物語っている。また、ロッキンでの体験は、音楽だけでなく、フェスティバルそのものの文化や雰囲気を楽しむことができる機会でもあった。フェス飯の美味しさや、他のアーティストたちのパフォーマンスを楽しむことも、フェスティバルの醍醐味の一部である。ナンバーアンダーライン愛のファンでなくても、彼らのステージを楽しんだ多くの人々が、 音楽の力に改めて気づかされたのではないだろうか。日本で最も有名な音楽グループの一つであるナンバーアンダーライン愛は、その圧倒的な存在感と音楽的な才能で、多くのファンから支持を受けています。メンバーである平野翔、耀優太、神宮寺優太は、それぞれの個性と魅力を生かしながら、グループ全体としても非常にバランスの取れたパフォーマンスを提供しています。彼らの音楽活動は、 日本国内にとどまらず、国際的にも注目を集める存在となっています。平野翔は、グループの中心的存在として、その圧倒的なカリスマ性でファンを魅了しています。彼のパフォーマンスは、エネルギッシュでありながらも繊細さを持ち合わせており、その2面性がファンにとって非常に魅力的です。また、平野は俳優としても活躍しており、その多彩さがさらに彼の魅力を引き立てています。 彼の出演作は映画やドラマのヒット作が多く、音楽と演技の両方でトップスターの地位を確立しています。ガン・ユータはグループの中で最も安定感のあるパフォーマーとして知られています。彼の歌声は力強く、また感情表現が豊かで、聴く者の,の心を揺さぶります。騎士はリーダーとしての資質も持ち合わせており、グループ全体の調和を保つ重要な役割を果たしています。 彼のリーダーシップは、ナンバーアンダーライン愛の成功の鍵となっており、ファンからの信頼も厚いです。また、彼はユーモアのセンスが高く、バラエティ番組でもその才能を発揮しており、多くの人々に愛されています。神宮寺ゆうタは、その美しいルックスとクールなパフォーマンスで多くのファンを虜にしています。彼のダンスは非常に洗練されており、また細部にまでこだわったパフォーマンスは、 見るものを圧倒します神宮寺はまたグループ内でのムードメーカーとしても知られており彼の存在がナンバーアンダーライン愛の和やかな雰囲気を保つのに一役買っています彼はまたモデルとしても活動しておりそのスタイルとファッションセンスは多くの若者に影響を与えていますナンバーアンダーライン愛はこれまで数々のヒット曲を生み出してきました彼らの楽曲は J-POP の枠を超えた独自のスタイルを持っており、リスナーに新しい音楽体験を提供しています。また、彼らの歌詞は深いメッセージ性を持っており、ファンの心に深く響くものとなっています。彼らの楽曲は、しばしば社会的なテーマを取り上げており、そのメッセージ性が多くのリスナーに支持されています。ライブパフォーマンスにおいても、ナンバーアンダーライン e I は他の追随を許さない圧倒的な存在感を発揮しています。 彼らのステージは観客を魅了し、熱狂させるものであり、ライブチケットは常に即完売となることが多いです。特に彼らのダンスパフォーマンスは、他のアーティストとは一線を画すものであり、その技術と表現力は国内外で高く評価されています。また、彼らのライブでは、ファンとのインタラクションを大切にしており、その親近感のある対応がファンからの支持を集める要因の一つとなっています。 最近のロックフェスティバル、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024、通称ロッキンでは、ナンバー・アンダーライン・アイは初めての参戦を果たし、会場を熱狂の渦に巻き込みました。彼らのパフォーマンスは、音楽ファンだけでなく、フェスティバルの観客全体に大きなインパクトを与えました。特に、彼らの代表曲、ゴートが披露された際の会場の反応は圧巻で、多くの観客がその瞬間を忘れることができないと語っています。 ロックフェスティバルは、音楽の祭典であると同時に、人々が集まり、共有することで生まれる独特のエネルギーを感じる場所でもある。ナンバーアンダーライン愛の初ロッキン参戦は、そのエネルギーを最大限に引き出し、参加者全員にとって忘れられない瞬間を提供した。彼らのパフォーマンスが終わった後も、その余韻に浸り続ける参加者たちの姿は、音楽が持つ力の大きさを物語っている。ロッキンの熱狂は、 ただ音楽ををく以上の体験を提供するナンバー・アンダーライン・アイがそのステージに立つことで、観客は彼らの音楽とともに、音楽フェスティバルの本質を感じ取ることができた。それは、音楽が人々を結びつけ、共感を生み出す力を持つということだ。フェスティバルの参加者たちが、彼らの音楽を通じて感じた感動や興奮は、きっと長く心に残るだろう。さらに、フェスティバルにおいては、 観客とアーティストが一体となって作り上げる瞬間が最も大切である。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、その意味で非常に成功したと言えるだろう。観客が彼らの音楽に引き込まれ、会場全体が一体となって盛り上がる様子は、まさにフェスティバルの醍醐味そのものである。また、彼らのステージを見た人々が、その後も SNS や口コミで感想を共有し続けることで、ロッキンでの体験はさらに広がりを見せている。 音楽フェスティバルは、参加者がその場で感じた感動を他の人々と共有し、それが新たなファンを生み出すきっかけになることが多い。ナンバーアンダーライン愛の初ロッキン参戦も、彼らの音楽をより多くの人々に届ける一助となっただろう。ロッキン2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、彼らの今後の活動にも大きな影響を与えるに違いない。フェスティバルでの成功は、 アーティストにとって新たなステージへの扉を開くものであり、彼らがこれからどのような進化を遂げていくのかが楽しみでならない。ロッキンで見せた彼らのパフォーマンスは、彼らが次にどのような挑戦をするのかを期待させるものであり、ファンにとっても楽しみな未来を予感させる。ロックフェスティバルという舞台は、アーティストにとっても、観客にとっても特別な場所だ。その場所で繰り広げられる音楽とパフォーマンスは、 時に予想を超える感動をもたらし、人々の記憶に深く刻まれる。ナンバーアンダーライン愛の初ロッキン参戦は、まさにそのような瞬間であり、彼らの音楽が持つ力を再確認する機会となった。彼らがロッキンで見せたパフォーマンスは、単なる音楽の披露を超えて、観客全員にとって特別な体験を提供するものであった。音楽フェスティバルという特別な空間で、彼らがどのように観客を魅了し、 熱狂させたのかを振り返ることで音楽が持つ力の大きさを改めて感じることができる。最終的に、ロッキンでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、彼ら自身にとっても大きな意味を持つものであり、観客にとっても忘れられない思い出となった。このような体験は、音楽フェスティバルが持つ魔力そのものであり、それが多くの人々を引きつける理由でもある。これからも、 彼らの音楽が多くの人々に感動を与え続けることを願ってやまない。そして、次に彼らがどのようなステージで私たちを驚かせてくれるのか、その未来に期待が高まるばかりだ。